こんにちは、スパオです。ようやくがっつり寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回は寒さを吹き飛ばすような無印良品の新商品たちを食品中心にご紹介します。一口食べて感動したマストバイ品も出てくるのでお楽しみに。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まずは日用品から参ります。お休み前の薬用重炭酸タブレット。こちら入浴剤なんですが、粉状のものではなくタブレット状になっているものをお湯に溶かして楽しみます。こちら香り自体はないんですが、キーワードが重炭酸。重炭酸イオンには温浴効果を高めて、入浴中だけでなく寝つきにもいいとされている、ここ数年で注目されている入浴剤のカテゴリーです。というのも、数年前に中性重炭酸入浴剤のバースというものがバズって、今やどこのドラッグストアにも置いてある人気商品があるんですが、今回の無印もこれをイメージして作っているような気がします。バース、私も使ったことあって、あれマジで寝つきが良くなるんですが、今回の無印も近しい効果は実感できました。バース同様、無香料なところも嬉しい限り。お気に入りのボディクリームとかあったりすると、香りって邪魔だったりするので、無香料なのは嬉しいアプローチです。最近疲れたなって思う時や、パートナーやご家族の方が冷え性だったり、疲れている時にこの入浴剤をプレゼントしたら、きっと喜んでくれますよ。はい、続いて2品目がステンレスのサイズに合わせて使えるキッチンペーパーホルダーマグネットタイプ。品名の通りなんですが、ステンレスでペーパーのサイズに合わせて使えるキッチンペーパーのホルダーです。これ個人的グッドポイントが、ホルダーの深さがあるところ。左右独立していて幅の調整が効くのはいくらでもあると思うんですが、この深さがあるものが意外となかったりするんです。あるにはあるんですが、起こしたりする可変式のものだとペーパー引くときに気持ち引っかかったりして、ちょっとしたストレスに感じるんです。無印のは深さが8センチあるのと、最初からバーのところが固定されているので、直径16センチのコストコの大容量のキッチンペーパーでもストレスなく使えるんです。プラスチックなんかのものもいいんですけど、ステンレスだとちょっぴりおしゃれ度が増すというか、キッチンが引き締まりますよね。しかもこれ磁石の面が広いので安定感も半端ないです。ちなみにこれは妻アイデアなんですが、シンク内にくっつけてスポンジホルダーや水筒をかけるホルダーにもしていました。本来の使い方とはちょっと違うんですが、ご参考まで。見た目重視の方は候補に入れてみてください。ポリエステルの仕分けケース圧縮タイプ。年末年始、帰省や旅行で移動が増える方も多いでしょう。となると衣類の持ち運びも増えますよね。そんな時に検討いただきたいのが、新商品の圧縮できる仕分けケース。ダブルファスナーで2室あるので、見せたくない下着類は見えない方へ、すぐ使うようなものはメッシュ側と、かゆいところに手が届く便利な設計です。そして何をもって圧縮なのかというと、衣類をしまう黒いチャックとは別に、外周に白いチャックがありますよね。ここを締めていくと、ケースがギューってされる分、ケースの容量が減るんです。ぶっちゃけ多少の範囲ではあるのと、あとどうしても外側のチャック周辺は減るけど、内側の部分あまり変化がないので、この辺は気持ち次第です。ただこのアイデアすごくないですか。こういう圧縮系って掃除機が必要だったり、手で空気抜くようなものもちょっとコツ必要じゃないですか。その点無印のは、誰がやってもピチッと小さくできるのと、ダブルファスナー付きでちゃんと収納ケースとしても優秀なのが、さすが無印って感じがします。早くも店頭では売り切れている色やサイズも出ているので、年末年始移動される方、早めにチェックをお願いします。はい、ここからが今回の冬の目玉商品、スープカレーが3品出ています。1品目が素材を生かした豚骨と和風だしのクリーミースープカレー。大きくカットしたじゃがいも、うずらの卵、鶏肉などを豚骨や昆布だしをベースに旨味を効かせたクリーミーなスープカレーです。これ美味しいですよ。豚骨ベースのスープ、とってもまろやかで、
和風だしって言っているだけあって、全体的に馴染みのある美味しさなんです。チキンはすでにほぐしてあるので、肉感を求めるのはコクなんですが、断面にスープが染み込んでとにかく美味。見ての通り、具材の主役は野菜で、シャキッと食感が残っているヤングコーンしかり、皮付きの大ぶりのジャガイモなど、野菜の食べ応え確かにあります。特にジャガイモはとっても自然な食感で美味しかったです。豚骨と和風だしと旨味にクリームのまろやかさ、食べ進めると後味に感じるピリッとする辛さなど、味のメリハリもあってかなり完成度の高い味に仕上がっています。これ夫婦揃ってご飯止まりませんでした。これすごい商品ですよ。はい、続いてがクミンと赤唐辛子の鶏ガラスープカレー。鶏ガラをベースにした確かな旨味に顕著に香るクミンの香りとこの赤い色のスープが食欲そそります。厚切りカットの豚肉は少しパサつきあるものの食べ応えありますし、なんといってもレンコンと皮付きじゃがいもの野菜コンビはボリューム満点。特にレンコンはスープが染みに染みてほろっと食感が美味です。辛さ的には豚骨より一つ低い辛さ3なんですが、心なしか豚骨より辛く感じました。見た目の影響もあるかもしれません。香りでリードしているのがクミンなんですが、後味にほんのりカルダモンやシナモン特有の香りもあって、これはスパイス好きにおすすめしたいカレーですね。3品目がカルダモンと青唐辛子のスパイシースープカレー。これはカルダモンの香りがすごかったです。レトルトでよくここまで香りを残せたものです。具材の皮付きじゃがいもは3品共通で、ほぐされた鶏肉とレンコン、人参などが入っています。かなり本格的な味ですよ。それでいて昆布ベースだしで全体の味を整えていて、やはり3品共通してどこかホッとするような馴染みのある旨味なんですよね。カルダモン苦手な方は薬っぽく感じたりするんでしょうが、そうでなければこの柑橘の風味もあるカルダモンの香り、スパイス好きは歓喜でしょう。かなりフレッシュな香りです。私は好きな味なんですが、確実に万人受けする味ではないので、興味本位で手を出すとちょっとびっくりするかもしれません。ただそれほどまでにこの本格的なカルダモンベースのカレーは貴重です。今回のスープカレー3品すべて490円とレトルトカレーの中では高価な部類に入りますが、これレトルトと比べるのはちょっとやばな気もします。お店の味と比べても遜色ないほどにかなり本格的です。寒い冬にはホットなスープカレーで美味しく温かく過ごしてみませんか。ビターチョコサンドクッキー。ビターチョコの存在感を確かに感じる食べ応えのあるチョコレートをサンドしたクッキーです。クッキーにはバターなどは使っていないので、生地の主張がない分チョコレートの風味を顕著に感じることができます。板状のチョコレートなのでチョコの食べ応え確かに感じるとともに、ビターチョコの甘すぎない味が私はドンピシャでした。ビターといっても極端に苦味を感じるほどのものではないので、ちゃんとチョコレート食べてる感も味わえます。冬のコーヒーのともにはぴったりです。もう一つがホワイトチョコサンドクッキー。こちらはココアクッキーでホワイトチョコをサンドした、この時期食べたくなるような組み合わせのクッキーです。ほろほろ食感のクッキーに食感の存在感ある板状のホワイトチョコを挟んでいるんですが、少しクリームチーズのような塩気も感じるほどに変に甘々なクッキーじゃないのが良き。コーヒーや紅茶の美味しさを引き立ててくれるポケットサイズのクッキーでした。染み込みチョコのリンゴ。売り場で気になってカゴにねじ込んだんですが、これ面白いですよ。青森県産のリンゴジョナゴールドをフリーズドライにして、そこにホワイトチョコを染み込ませたものなんですが、この食感と味、未知との出会いですよ。サクッともするしシュワッともするような、なんとも癖になるお味なんです。これリピ確定と言いたいところなんですが、量にしてはお値段高めなのが唯一のネック。でもこの味、一度は食べてほしいと思うほどに完成度高く、形揃えて百貨店とかで売ったら
これ普通に売れると思います。これは妻も絶賛していました。味で迷っているなら買いです。続いてが末広がりカレー。新年がいい年になりますようにと宮司さんにご祈祷までいただいた大変縁起のいいカレーです。ただお祈りしただけではなくて縁起がいいとされている食材を8種類使っています。長寿の象徴であるエビは小さいながらも3尾も入っていて、タズナこんにゃくは縁結びのご利益、将来の見通しを良くするレンコンに子供の成長を願うタケノコ、豆に暮らせる青大豆に喜ぶ、金運上昇の栗に勝つ男とかけてカツオで出汁を取っています。具材の食べ応えもさることながら和風ベースのカレーソースが美味しいんです。カツオの他に昆布だしや味噌まで入っているんですが、カレーうどんっぽい雰囲気も感じつつ、これがまた大変いい味なんです。辛さはないのでお子様でも安心して召し上がれます。ちなみに1年で一番カレーが売れる日って皆さんご存知ですか？これ作っている日記食品の方がおっしゃっていたんですが、毎年必ず1月3日なんだそうです。正月料理に飽きるタイミング、全国民一緒ってわけですね。ボンカレーなんかもいいですが、縁起のいいカレーで新年スタートしてみませんか？炊き込みご飯の素、ブリと柚子のご飯。これ先に言っちゃいます。マストバイ。一口食べて確信しました。めちゃめちゃいい味です。具材も出汁も無花調で、濃すぎず薄すぎずの塩梅が絶妙です。ブリは小さいながらも国産のものの切り身が入っていて、炊いた後にほぐす楽しみもあります。そしてこのブリマジでうまいです。塩焼きのシンプルな仕上げなんですが、かなり自然な食感です。レトルト仕上げではあるんですが、変なパサつきがなく家で炊いたような仕上がりです。そしてこのブリの身も程よい脂の乗りを感じられてうまいんです。そして忘れた頃に後味に柚子の香りがふわっと香って締めてくれるので、食べ始めから食べ終わりまで幸せの余韻に包まれたままでいられます。かつおベースの出汁のおかげか、具材ないところまでしっかり美味しくて、これ文句のつけどころないですよ。もう一回言いますけど、これこの時期のマストマストマストバイです。これは騙されたと思って買ってみてほしいです。素材を生かしたお惣菜、トマトの煮込みハンバーグ。テレビでも取り上げられた何気に注目度の高い常温レトルトのお惣菜。肉は豚、鶏、牛の3種類をブレンドしています。調理は湯煎でもできるんですが、器に開ける必要もなくそのままレンチンでも温められるスタンドパックなのはグッドポイント。ハンバーグはトマトベースのソースで煮込まれているんですが、ソースの中に揚げナスやオリーブが入っているのがユニークなところ。このおかげでソースにも食べ応えが出ています。ハンバーグはふわっと柔らかめの食感ですが、変に安っぽい感じはなかったですね。お肉3種類混ぜているので肉の風味自体はほどほどなんですが、これソースの風味が大変いいです。変にレトルトレトルトしすぎない風味で、これはソースの勝利ですね。常温でハンバーグを保存する必要がどれだけあるかですが、長期保存のレトルトハンバーグで言えば十分美味しい商品です。続いてが3種のチョコがけミックスナッツ。アーモンド、くるみ、カシューナッツの3種類のナッツをミルクとダーク、ホワイトの3種類のチョコレートでコーティングをした間違いない組み合わせのおやつ。カシューがミルクチョコ、アーモンドがダーク、くるみがホワイトチョコという組み合わせです。アーモンドとダークは言うまでもない美味しさですが、ホワイトチョコとくるみってなかなかお目にかかれない組み合わせで美味しかったです。ナッツはギルトフリーなおやつとしても人気ですが、これはプラマイゼロ的な感じがしますね。ただチョコレートだけ食べるよりかは良さそうなのと、チャック付きなので一気に食べなくちゃっていう無駄なプレッシャーにさらされなくて済みそうです。はい、今回最後にご紹介するのがチョコがけマシュマロのダーク。昨年もご紹介した新食感のチョコレートでコーティングしたマシュマロです。
一般的にマシュマロの中に入れがちなチョコレートを外側にコーティングした何気に珍しいマシュマロです。マシュマロは小さめサイズで、やめられない止まらない危険なサイズ感。チョコレートはカカオ 50% のチョコレートなので、程よくビターな大人な味わいです。薄くパリッとしたチョコレートとふわふわ食感のマシュマロ、奇跡の出会いですよ。昨年から30円ほど値上がりはしたんですが、まだまだ買える範囲です。来年さらに値上がりする前に今年一度食べておくことをお勧めします。はい、いかがでしたでしょうか。新商品のカレーに絶品炊き込みご飯、気の利いた収納ケースなど名品揃いの回でした。特にカレーとケースは SNS でバズりそうな予感がします。このカレーの尖り具合で発売してくる感じ、さすが無印って感じしましたね。スパイスお好きな方ならどれ行ってもいいと思いますが、そうでなければとりあえず豚骨カレー行っちゃってください。マジでうまいです。寒い時期には特にぴったりなカレーなので、簡単調理でもっと一息ついてくださいね。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や、デパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。インスタグラムやヤフーエキスパートでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。